こんにちは、レオコバーバです。今回は小さい小物を作ったので、その紹介をしたいと思います。ですね、ほんとちっちゃいんですよちゃん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 かわいいでしょね。これは何だと思います見たらわかりますよね。これはテントウムシです。こんなかわいいテントウムシをちょっと試作に作ってみました。以前ね、ミツバチは作ったんですけども、今回はテントウムシにしました。大体作り方はね、似てるんですけどね、形も似てるんですけど、ちょっと羽の部分をね、こんな感じで作ってみました。かわいいでしょ。自分でね、作ってかわいいかわいいといつも言ってるんですけど、ほんとかわいいんですよ。こんな感じで羽もこう上に広げたり、ちょっとこう閉じたりね、できるからいいなと思って。でもね、この羽に苦労したんですよ。羽を作るのに形がね、どんな形にしようかなと思って。帽子はね、ミツバチと同じような感じで触覚もつけてね、作ったんですけど、もう羽を何回も試作して、結局この形になりました。こんな感じでミツバチじゃない、テントウムシができました。それとそれとですね、こっちのクローバーとシロツメグサですね、これもちょっと考えながら作ったんですけど、あ、ごめんなさい、もうちょっと下げようかな。このクローバーも大体持ってる本の中にこういう感じのがあるんですよね。それで私の場合は目数とかそういうのはもう自分で考えて作ったんですよね。後ろもこんな感じで、形は似てるんですけど、本の中のね、あれと作ってある写真とね、でも自分で考えてちょっとこんな感じで作ったんですけど、まだこれ試作みたいな感じで作ったので、もうちょっとね、改良点があるんですけどね。こっちのシロツメグサもこんな感じで、後ろはこんな感じになってます。これは中にね、綿がうっすら入ってるんですよ。ちょっと厚、ここを厚めにね、厚めに編んだんですよね。どんな感じね、編んだらこうシロツメグサになるかなとか、クローバーになるかなとか考えながら、何回もこう編み直して、ちょっとこの形になったんですよね。でも楽しいですよね、こういう小物をね、考えながら自分で編んで、ああでもないこうでもないと言いながらね、ほといたり改良を加えてね、編むのも本当楽しいんですよね。で、このクローバーとシロツメグサはブローチにもなるんですけど、私の場合はですね、こんな感じで刺繍編むじゃないですか。刺繍を編んでからね、いつもこんな感じで刺繍だけ編んで、いつもこんな感じでつけたりして、お花つけたりしてね、出品するんですけど、意外と人気なんですよね、こういうつけて。どんな感じでつけられるのか私には分からないんですけど、こういうのを求めてある方がいらっしゃるので、よくこんな感じでお花をつけたりしてね、出品するんですけどね、つけなくても別にいいんですけど、ブローチにしたりね、合わせてブローチにしたりして使
バッグとかね、お洋服のあのワンポイントにねしたりもできるんですけどね。こんな感じでちょっと作ってみました。テントウムシはね、もうちょっと羽を、ここの羽をね短くしてもいいかな、ここの長さをねもうちょっとこう短くしてもいいかなとか、あのこれはあのテントウムシだから、まあ、黒と赤で今回作ったんですけど、いろんな違う糸でね、色を変えても、まあ、楽しめるんじゃないかなと思って、あの今回これはもう赤と黒でね忠実にテントウムシ風に作ったんですけど、色違いで作ろうかなってまた思っています。ここに見えますか、ここチュール、チュールも下にねつけてるんですよ。ちょっと短かったから、あのもうちょっと次作るときは長くしようかなと思って、このチュールをね、この羽から見えるようにこう羽をこう上げたときに、こうチュールがねこう見えるようにしてもいいかなと思って、これは試作ですけど、今度また違う、また2個目作るときはまた改良を重ねて、あのね、問題点をこう見つけながら改良していこうかなと思っています。ほんとかわいいね、羽がね上がって羽を畳めばこうなるんですよね。足もこう4つつけてボンドで固めて、今回こんな感じで作ってみました。ミツバチはね、お花を持たせたりしてちょっとあの手かかったんですけど、このテントウムシは簡単にできました。今回はあの作ったものをね紹介しただけですけど、ね、次回はあの作り方とかをあのアップしますので、よかったら次回も見てください。今回はね、作ったのをちょっと紹介、作ったものの紹介ですけど、次回はあのまた作り方をアップしたいと思います。短いですけど今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。